ローズ・ギエラは、中華人民共和国の政治家、官僚、財政部長兼中央機構編成委員会委員、アジアインフラ投資銀行理事会主席、全国社会保障基金理事長などを歴任した、東大18次中央委員である。1950年12月24日に、石膏省義務県に誕生する。1968年から、中国人民解放軍に服役して、 南海艦隊4009部隊に所属していた。1973年に退役した後は、北京志向グループに配属され、北京自動化研究所に勤務する。1978年に、聖火大学計算機系に入学し、卒業後は中国社会科学院研究船員に進学した。その後は、国務院と中国社会科学院の職務を歴任する。 なお、1988年10月から1992年2月まで、当時の上海の主要基市長により、上海市経済体制改革弁公室副主任に任命されている。1995年9月から1998年3月まで、奇州省副省長も歴任した。その後は、国務委員副秘書長、中国投資有限責任講師当事長、 中央基金投資講師、当事長を歴任した後、2013年から理括協内閣にて財政部長を務めていたが、2016年11月に解任された。市場経済を施行する改革派であり、派に衣を着せぬ者い,いは、財政部長解任の理由にもなったとされる。修理体制の推進する中国製造2025は、計画経済的であるとして批判的な言動で知られ、 1980年代の日米貿易摩擦に伴うプラザ合意の円高で対中投資に積極的になった日本企業を中国は利用したがその後の日本の失われた10年の原因はアメリカ合衆国ではなく失敗した産業政策不動産バブルによる債務過剰にあり中国は同じ鉄を踏むべきではないと主張している一方で 米中貿易戦争では、アメリカは日本と同じように中国は屈服すると勘違いしていると批判しており、西側の理想とする民主化にも否定的な保守派でもある。ありがとうございます。